時刻は夜の8時を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。んんは,はい、片町スクランブルナイト、片町キララのソーシャルメディアスタジオから生配信でお送りしてまいります。よろしくお願いします。いますはい、ということで今月の MC は加藤豊と木村美里です。はい、えー、っとソーシャルメディアね SNS のライブ配信でご覧の方、それから片町キララのビッグビジョンでご覧になっている方もいると思いますけれども、はい。 えー、今、あなたが見ているビッグビジョンの中キララの帽子で今、この配信を、ね、お送りしているわけなんですけれども今日で62回目の配信となってございます月に1度の配信「片町スクランブルナイト、まあね」片町スクランブル交差点っていうのがねこのキララのほど近くにあるんですけれどもその交差点いろんな人が行き交います。 と同様にですねこのスタジオにもいろいろな片町の方に来ていただきまして片町の情報お昼の情報夜の情報、ね、楽しい情報それから美味しい情報いろんな情報を発信していこうという番組それが「片町スクランブルナイト」でございます。はい、ということで、ね、配信の方法視聴方法をちょっとね、はい、皆さんにご説明しておきましょうか。はい 最新の方法へ、えっとーまず you ライブ、はい、youtube live youtube ライブで視聴できますパソコンなら youtube にアクセススマホなら youtube のアプリをご利用ください、はい、いずれも片町で検索して片町の youtube チャンネルにアクセスしてください、うん、片町の youtube チャンネルのチャンネル登録も忘れずにお願いします、はい、そして前回からはフラッシュライブもフレッシュライブフレッシュライブ失礼しましたフレ,フレッシュライブが始まりました <laughs> こちらもね、えー、フレッシュライブで検索していただくとすぐに見つかります、うん、そのサイトにアクセスしましたらこちらも片町で検索すると片町スクランブルナイトのページが見つかりますスマホの方はアプリをダウンロードしてみてください、はい、で、片町商店街のホームページに アクセスしていただければトップページの下にフレッシュライブのウィンドウがありますのでそこからも配信サイトでジャンプすることができますようんこっちもねチャンネル登録よろしくお願いしますでライブ配信は62になってるやつね62回目のものがライブ配信となっておりますのでこちらでポチッとしてくださいさらにもう一個ありましたね、はい、Facebook ライブこちらでこっちです。配信しておりますこっちじゃなくてこちらです、うん、はい f a c e b o o k イブの方では舞台裏まで全て配信しておりますそうなん、まあ、副音声、サブチャンネルみたいなね、うん、そんな位置づけかもしれませんけれどもまるっと見たい方は f a c e b o o k イブそうでない方もぜひフレッシュライブそして YouTube ライブアクセスをお願いできればと思いますで、えー、いずれのライブ配信でもですね、うん、メッセージは受付しておりますので、はいえー、フレッシュライブの場合はお便りを送るっていうコーナーそこのところからアクセスしてもらっても OK です でフェイスブックライブの方は、フェイスブックにコメントを入れていただいている方、結構いると思うんですけども、うん、これもねあの忘れずに拾うようにしたいと思います、はい、YouTube の方も、です、ね、YouTube ライブから見ていただきながら、ツイッターで送ってもらうのが一番手っ取り早いかなと、うそうですね、確認できるようになったでそうなんです、そうなんです、ツイッター、Twitter、の方でで、すねそうとして、サクっていきますので、ツイッシュターは、シャープ金沢片町。 シャープ金沢片町こちらでねアクセスをしていただければと思います早速藤橋さんありがとうございますあ,ありがとうございます8月14日あての森フェスってありますけれども <laughs> スクランブルナイト待機ありがとうございます藤橋さんをきっとねこっちで見てんだどっかこっちですかこ,っちこっちで見てると思うんですけれども、はい、見てますか、はい、<laughs> 見てますよねありがとうございますはいということでぜひぜひねお付き合いをいただければと思います <laughs> では今日のメニュー内容をご紹介していきましょうか、はい、こちらですね はい、今日はまず、はい、夜の片町紹介からですオープンして30周年になりますサントリージガーバーセントルイスのご紹介から続いては片町きららピックアップ<っ>毎日の生活が楽しくなる雑貨を取り揃えている金沢ロフトの最新情報をお届けします、はい、さらには「昼の片町紹介」ということでフィッティングにこだわる町のメガネ屋さん堀田メガネ店のメガネ選び企画第2弾ということで。 普段使用するメガネを以前この場でで選んでいたただきましたあのお方が新たにサングラスを探しているということでそのお話をじっくりと伺っていきます。さらに新コーナー、うん、この番組を通していろんな人に対談していただこうという企画、はい、題して片町で会いましょう <laughs> 今回は片町商店街振興組合の理事長と地元トップアイドルの 異色対談が実現しますよ<あ>これは見逃せませんね一、ね、種格闘技戦な感じもなきにしもあらずですが、うん、はいそしてラストスパート夜の片町紹介準レギュラーですねニューハーフパブガラシャ金沢店からニューハーフのお姉様お二人をスタジオにお迎えします最後は「旬菜魚と個室和食目黒亭金沢店」 肉カテリーナから再びおすすめのメニューが登場、うん、今夜も宴会モードで番組を締めくくりたいと思います <laughs> はいということで先月も登場しました目黒とカテリーナなんですけれども今日も美味しいものを持ってきてくれるのかそうでないのかこの辺りも楽しみにしたいと思いますけれども <laughs> 今日もね内容盛りだくさんでございますえメッセージは Twitter でこちらにもありますけれども。 シャープ金沢片町シャープ金沢片町こちらでお寄せください。たくさんのつぶやきお待ちして,まちしています。さあそれでは、片町スクランブルナイトボリューム62、62回目の配信、この後2時間ほど夜10時までお付き合いください。